はい、どうも皆さんこんにちは、エマクでございます。さあ、ここに富士フィルムのカメラ何台か用意しましたというか3台を用意しました。もう3台ね、あるのでこれ以上富士フィルムのカメラ買うことはないなと思っていたんですけども、もう1台ね買っちゃいました。で一応最近買ったのはこの X の H2S と H2 で前から持っている、GFX ですね。これは持っているんですけれども、どうしてもねちょっと写真を撮りたくなってもう一台カメラ欲しくなって買っちゃいましたということで、それを開封して、ちょっとだけ写真撮りに行きたいなと思います。はい、ということで用意します。さあ、ということで今回購入したのはこちらです。新製品の X の T5。H2 を買ったんで、まあ買うつもりはなかったんですけど、やっぱね、見てるとどうしても欲しくなって買っちゃいました。で、基本的には H2S、H2 は写真用じゃない、動画用として使うと。で、この T5 は、写真用として使おうと思って購入をしました。はい。で、レンズをまあ何にしようかなっていろいろ悩んでたんですけど、これシグマからね、この 18mm、50mm の F2.8 っていう、僕ね、一応 L マウントのやつ持ってたんですけど、今回は X マウントのやつを買ってみました。はい、それからこれ、33mm の F1.4 ですね。一応ね、35mm の F1.4 持ってるんですけども、あれはまあ動画用としてはちょっと使いづらいと。まあ、このね、T5 と一緒に使うというよりは、この 33mmF1.4 は、H2S と、使って、まあ、動画撮影に使おうかなと思って購入しましたということで、まあ、これは一旦置いておいて、今回はこの T5 と、SIGMA の 1850 をちょっとね、使って、これ開封したらちょっと写真を撮りに行ってね、最後にそれを見てもらいながら終わりにしようかなというような動画にしたいと思います。で、このね、SIGMA の 1850F2.8 がこの X の T5 に多分ね、ちょうどいいレンズだと思うんですよ。で、このね、X の T5 を、キットで買って、レンズキットで買った人は、またね、ちょっと違うレンズついてたと思うんですけど、まあ、それ買うよりも僕はね、こっちの方がいいんじゃないかなと。まあ、っていうのも F2.8 同士だしね、あとすげえコンパクトなんですよ。なんで、まあ、これを購入したということで、 T5 の単体と、SIGMA の、1850F2.8 ちょっとね、早速開封してつけていきたいと思います。じゃあ開けましょう。やっぱ新しいカメラをね、こうやって最近開封動画ってあんま撮ってなかったですけどね、こうやって開けるの楽しいっすよね。はい、来ました。てってでー、あら、出ない、もう一回。はい、てってりー、かっこいい。今回はシルバーにしました。はい、こちらですね、本日12月2日なんですけども、今日発売されたばかりの SIGMA の 1850F2.8 っていうね、コンテンポラリーシリーズの、レンズですね。これが、まあ、ちょっとちっちゃくて軽くて、ニッパチ同士で、おそらくこのカメラにめちゃめちゃぴったりのレンズだと思って、まあ、これを今後はね、写真撮影用にバンバン使っていこうかなと思って買いました。まずは開けていきましょう。これね、一回 L マウントで買ってるんでね、だいたいどういうものかっていうのは分かってるんですけど、はい、ティッティディー、ちっちゃい、軽い。はい、というわけでこの2つですね、この2つをメインに、今後ちょっと写真機としてこの富士フィルムの X の T5 は僕は使っていこうかなというふうに思ってるんですけれども、まず T5 ちょっとどんなもんなのか見ていきましょうかね。基本的なデザインはほぼ変わっていないですけれども、以前僕もね、持っていた T4 に比べるとちょっと一回りちっちゃくなったかなというような印象を受けますね。はい、でその他はですね、はい、まずね、軍艦部分ですね、僕このシルバーのタイプ買ったことないんですよね。 T4 も黒だったんですけど、シルバーやっぱかっこいいね。この辺やっぱグリ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 できるっていう、その T シリーズのね、魅力は踏襲しつつ、このシルバーのデザイン、めちゃくちゃかっこいい。多分 T4 とそんなに変わってないと思うんですよね。はい、で左側面ですね、一番上がマイクで、その下がリモートコントロール用のやつですね。で USB-C 給電、そして、ここからまたバッテリーの、ね、充電もできるようになってますね。
で、ここですね、これ T4 トイスですね、マイクロ HDMI ということになってます。この辺がまあ H2 との違う点ですよね。 H2 はまああのフルになってるんでね、まあ、ここはマイクロになってます。まあ、ボディが小さいんでしょうがないでしょう。で、あとは、あれだ、ヘッドフォン端子が基本的には、T4 同様やっぱついてないんですよ。で、どうするかっていうと、この USB-C のところにこれつけて、ヘッドフォンをつけることになると思うので、まあ、ここは T4 譲りなんでしょうね。ただ、まあ、これね、まあ、動画を撮るときはめっちゃ使いづらいです。ただ僕はこれは写真機として買ったので、まだ気にしなくて良いでしょう。はい、右側面のスロットですね、ここは SD カードになってますね。H2S は、なんだっけ、 CF エクスプレスタイプ B が、1個ついてたんですけど、これ両方とも SD カードになってますね。はい、こちら背面となっております。基本的にパッと見は多分 T4 今ちょっとないんですけどね、多分そんな変わってないと思うんですけど、一番大きく変わったのはここですね。はい、チルト型の液晶になったということで、バリアングルではなくなりましたね。なので、自撮りとかする YouTuber にとってはちょっと使いづらいカメラになったんでしょうけど、まあ、そういう人は H2H2S を買ってくださいというところだと思うんですよね。で、やっぱこの T5 っていうカメラはもう写真撮影に特化したようなカメラになっていると思うので、このね、チルトになっているという感じですね。はい、これ正面ですね。まあかっこいい、すげえかっこいい、ちょっと惚れ惚れするね、このかっこよさで、まあ、基本的には多分そんな変わってないと思いますね、 T4 と比べて。で、H2H2S とちょっとね違う点はここかな、この物理的なこの AF の切り替えスイッチがついてるところ、これはね、僕正直 H2H2S はめちゃめちゃ使いづらいとここは思っているんで、H2H2S も実はこれにして欲しかったんですけど、 T5 はちゃんとね今まで通りこの物理ダイヤルになってますね。はい、それから底面ですね、後軸上に、三脚穴掘ってありまして、あとはバッテリーですね、これも今まで通りのバッテリーになってますね。でね、こちら T5 の、内部スペックみたいなところはほぼほぼ H2 と同等と言って、いいかなというふうに思います。4000万画素クラスの、高解像度の、写真が撮れるというカメラになっております。ただ、動画の面でちょっとこのボディを小さくしたことによってその辺の、性能が、H2 と比べると少し落ちているというところですね。じゃあ早速レンズもね、つけていきましょう。はい、でこちらのシグマの、1850-28、コンテンポラリーシリーズなんですが、もうほんとこんなちっちゃいんですよ。でめちゃくちゃ軽い、これはねすごく使いやすい。で、富士フイルムユーザーとしてはやっぱりね絞りリングが欲しいところではあると思うんですけど、これねやっぱ E マウントとか L マウントとかから落ちてきたレンズになるんで、絞りリングの方はついてないので、まあ、カメラの方でね操作するという感じになると思いますが、で、あとズーム、これはねあの富士フイルムの純正と比べると逆回転になってますんで、まあ、そこはちょっと注意が必要かなといったところと、あとはフォーカスリング、これはね、ちょっと軽い感じですね、ぬめっとした感じというよりは結構軽い感じですね。よし、はい、というわけでね、レンズつけてみました。まあ、この T5 のボディに対してこのレンズの大きさ、そしてデザインすごくマッチしてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。めちゃくちゃかっこよくない、かっこよくない、いやかっこいいでしょ、いやめちゃくちゃかっこいいやんこれ。で、これ、18mm から 50mm なので、まあ、換算でいうと 26-7mm ぐらいから 75mm ぐらいなのかな、まあ、いわゆる標準ズーム域だと思うんですよね。それのニッパチ同士で、まあ、この大きさ、はい、これ T5 とベストマッチなんじゃないかというところで、まあ、今回この、ね、コンテンポラリーシグマの1850を、ね、まあ、購入したわけです。はい、まあ、いいね、すごく手にもしっかり馴染むし、まず何より見た目が、見て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 、これ見て、ほらかっこいいでしょ。まず軍艦部分とか見て、ほらメカメカしくてかっこいいでしょ。これもうグリ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 したくなるでしょ、みんなこれグリ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 したくなるでしょ絶対。レンズ側の本当はここもグリ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 したいんだけど、まあそこはないんですけど、まあそこはね、この
後ろダイヤルとか前ダイヤルとかでグリグリできるのかな、できると思うんですよね。だそこでやって、この上のところでね、軍艦部分で、グリ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 して楽しみましょうっていうカメラですよ。さあというわけで電源入れていきましょう。じゃあどうしようかな、フィルムシミュレーションだよね、まずね。フィルムシミュレーションを、そうだな、まああれだな、クラシックネガ。オートフォーカスはね、やっぱ結構早いですね、ピッと合いますね。うん、いいね、エモい、エモい、エモいよ、エモい。あーいいね、あーいいね、いいね、いいね、いいね。はい、ちょっとチルトでちょっとローアングルで撮るっていうのもちょっとやってみようか。チルトの液晶を上に上げてね、見ながらローアングルを撮ると、まあ今別にローアングルじゃないんだけど、こんな感じで撮ると、いいね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 。めちゃめちゃ所有欲満たしてくれるカメラやね、これね。うん、あの H2S と比べてもやっぱこのシルバーっていうのもあって、まあ、かっこいいよね、まずね、かっこいい。もう今日何回かっこいいって言ってるか分かんないけど、かっこいいのよ、かっこいいのよ、もうそれなのよ。でね、あのこれまで通りもちろんフィルムシミュレーション使いますよ。なので、富士フィルム独特のフィルムシミュレーションを作ったエモい絵がね、簡単に撮れるというところで、まあ、ちょっとこれを使って写真をね、今後バシバシ撮っていこうかなというふうに思っておるわけでございます。はい、ただ、言うてね、画質悪かったりとかしたらこれ意味ないので、この後ちょっとこの1850をつけて、ちょっと写真を何枚か、ちょっとスナップ写真をね、撮ってこようかなとちょっと思っているので、ちょっと出かけたいと思います。はい、でその写真を見てもらいながら終わりにしようかなというふうに思ってます。というわけで、一旦このむちゃくちゃかっこいい T5 を今から持ってちょっと外に出かけて、かっこいい写真をいっぱい量産してきて、皆さんに見てもらいながら終わりにしたいと思います。ただ先にちょっと言っておくと、僕は、最近写真をまあまあほとんど撮ってません。なので写真に関しては、すごく素人だというところを、前提にして見てください。はい、よろしくお願いします。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。この後ちょっとこのね、作例をね、見ながら、楽しんでいただければと思います。それからね、あと X の H2S そして H2 を使った作例っていうのも今ちょうどね、撮影をして、編集をして出そうかなと思ってますんで、そっちは動画ですね、映像、そっちの方もね、ぜひちょっと楽しみに待っていただけたらなというふうに思います。というわけで、今回はこちら X の T5 を追加購入しましたという自慢の動画でした。それじゃあ、さよなら、バイバイ。